で今日のお題というかお品書きを先に説明します。こちら、盲杖ウォーキンでソロを弾いて遊ぼうです。で順番としては聞こえてますね。ありがとうございます。はい、続きますと、順番的には、簡単におさらいとして、4つの音と、コードのコードトーンで弾く方法、それと BB キングの三角形システム、おなじみですね。これむちゃくちゃ使えますから。ただこのむちゃくちゃ使えるのを、ただ皆さんまだちょっと伝わってるかどうか分かんないので、これもやります。あとは今回のモジョワーキンはシャッフルではないんですよ。なんていうのかな、昔の、なんだろうな、カントリーとかジャズがこう分類するちょっとその手前ぐらいの時にある、ドゥンダントゥクダンドゥンダドゥンドゥダンドゥンダントゥクダンとかいうと、トゥクタクトゥクタクトゥクタクっていうようなリズムが大元なんですね。二拍子みたいな感じなんで、このオンラインレッスンにあるのはブルースの基本的なシャッフルに当てはめてソロ作ってるんですけど、それもちょっとずらせば結構使えるんですよ。なので、簡単にこの初めての12小節ソロとか、あとアメリカ南部24小節ソロから抜き出したフレーズとか、あとカルドニアなんかもこういう他の曲をこう違う曲に乗せて弾いて遊ぶっていうやり方もあるので、あとはもちろん BB キングのソロもありますし、クラプトンのスローブルース の一部のフレーズだけ抜き出して弾くっていうのもよくある手なんですよ。あと先週かな、YouTube にバッドラブのクラプトンのアップしたんですけど、ライブ見てたらよく使うクラプトンのフレーズがあったので、それもついでにお伝えしますというような流れでいきますんで、皆さんお楽しみください。ではまず4音コード、基本、この辺に置いとこうかな、遠いところで見えるぐらいのところで、基本的に E マイナーペンタで弾けるので、おなじみのこのこれでモジョワーキンは弾けます。でその中から4つの音、これね、高いところに行って、で3弦のところをブリッジみたいな橋渡しみたいに使って、その1オクターブ下、この4つ、この4つ、この4つを使って、まずデモンストレーションというか弾きます。それでちょっとしたコツを先に伝えておきますと、こうバッキングトラック、今日使うのはモジョワーキンのバッキングトラック、レッスンのステップ4に模範演奏ってあるんですよ。それ再生してもうソロ弾けますから、12小節2周分並んでるんで。でまずこれがバッキングね。これって結構ね、早いというか、ダダダダダ、カッティングもチャチャチャって。で実際はね、もうちょっと早いんですよ、テンポで。こういう早いテンポでソロ弾くときは、この早いテンポにこううわーって来られて、ついついこうやってね、いっぱい弾いちゃうんです、最初は。それで最初はいいんですけど、でしばらく弾いてると、なんかうまくこう波に乗れないなみたいな感じになるんですよ。でよくある作戦というかテクニックかな、アドリブソロのテクニックとしては、こういう速いテンポのごめんなさい曲は、ちょっと飲み物飲みますね。そう、この速いテンポの曲っていうのは、どっちかっていうとドラムとかこうリズムがバッキングとか速くいってる時に、ギターはその上にゆったり乗っかるのが結構ね、気持ちいいんですよ。こうやってなんていうのかな、サーフィンで荒波に
乗るようなイメージですかね、みたいな感じで最初引き出すとうまく波に乗れます。で最初、まあ、12小節ぐらいそういう感じでリズム聞きながらそれに少ない音で乗っていくんですよ。この4つの音使ってちょっと少ない音でこう波に乗ってって乗れてきたなと思ったら音数をババンって増やしていくんです。でそれ今ちょっとデモンストレーションしますね。これでできるだけねこう乗っちゃった方がいいんです、恥ずかしがらずに。で乗ってきたら音数を増やすという、こんな感じでリズム遊びじゃないですけど、まずね少ない音でこうリズムに乗るんです。遊ぶような感じで、で途中でもこんな感じで踊っちゃったりなんたりしたりもしても大丈夫ですから。もう実際ねハーレムとかアメリカの方とかで、まあ、ライブとか夏場いっぱいあるんですけど、フェスティバルとかでもう普通に弾きながら踊ってますから、こうみたいな感じで。なのでそんぐらいねノリノリで行った方が楽しく自分も楽しくなるし、こうリズムにも乗ってくるんで、もうこれはおすすめです。まあ、基本的に僕はこういう作戦でいつも弾いたりしてます。でこれがまず一つ目の これですね、4音で、これにコードトーンっていうのをくっつけていきます、おなじみのね。で、まあ、簡単に説明するとちょっと待ってね、めくるんで。まあおなじみだと思いますが、これが12小節ブルースの、まあ、コード進行です。で、モジョワーキンはこの E7 が4小節長く続くパターンで、まあ、よくあるのはこの2小節目のところ、ここかな、ここら辺。2小節目のところが A7 になるっていうのが、まあそれもよくあるパターンなんですけど、こうやって4小節 E7 ずっと並ぶっていうのもよくあるパターンです。カルドニアとかはこういうパターンですね。でモジョワーキンもこのパターンなんですよ。でこの中に出てくるコードが E7 でしょ、あと A7 でしょ、で最後の方に B7 がちょっと出てくるという。で、この E7 A7 B7 の音を1個だけ入れるんですよ。4つの音に混ぜて。どうするかっていうと、こう4つの音、ここね、もうギター持ってたらこう一緒に弾いてみてくださいね。これ4つの音あるでしょ。で4つの音のこの最後の音の半音下、これ4つの音に当てはまらないんですけど、5個目の音で、弦で言うと3弦の13フレット3弦の13フレットこれはね E7 の音なんですよ。 これ E7 ね、これ E7 の音で、この4つの音のこの3つ目、3弦の12フレットこれは A7 の音で、4つの音のこの4つ目の音、これは B7 のセブンスの音になるんですね。なのでこの3弦のここだけでコードが一応コードの音を表せるんですよ。 E7 の時はここ3弦13フレットで、 A7 の時はここ3弦の12フレット。これまた E7 ね。で B7 はこれ3弦の14フレット。
これを4つの音に混ぜこぜしていくんですよ。例えばここちょっとだけ見えるかな、こう E7 があるでしょ。でこれまあ上等手段なんですけど、このこうやって弾いていくんです。最初にこの3弦の13フレット弾いた後、4弦の14、12って弾くんです。こうで次 A7、 これね A7 の時にこうでまた E7、 次 B7、 次 A7、 次 E7、 まあターンラウンドなんでここは好きに弾いてもいいんですけど、でこれを混ぜていくんです。で最初にアドリブソロ弾くときに、まあ今日午後さっきレッスンしてて、質問があったんですけど、最初何を弾いていいか分かんなくていろいろ考えちゃって、こうフレーズがねちょっと手がバタバタしちゃうっていう方結構多いと思うんですよ。このフレーズは、まあ、おすすめっちゃおすすめです。こう基本的にこの3弦のこのここだけ使って、あとは4弦の4つの音の最初の4弦の12と14だけ弾いてるだけなんで、こういうの弾きながら何弾こうかなってこう考えたり、これ弾きながらリズムに乗ってどんどん弾いていく。でこれのメリットというのは、コード通りにまあ、コード進行に沿ってね、コードトーンも入れながら弾いてるんですよ。ということはコードトーンを入れなくても弾いて全然大丈夫っていうことなんです。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、4つの音とかマイナーペンタトニックっていうのを弾くときに、こうやってフレーズでこう弾く方って結構いっぱいいるんですよ。でフレーズ覚えてフレーズ弾くとか、でこういうのはたまたま行動進行にはまってる時もあればはまってない時もあって、それが意図的にやってるわけじゃないんですね。でこれを弾くことによって思いっきり行動進行に沿って最初に弾いてると、その後に行動進行を無視して好きなように弾くと両方が混ざるというか、コード進行に当てはめてる時と当てはめてない時で、コード進行に最初に当てはめてるっていうのがポイントで、まあ、手品なんかと一緒で最初にそうやってこう印象付けていくと後に好きに弾いてるのが生きてくるっていう。で最初からコード進行に当てはめないで好き勝手にねこうやって E マイナーペンタ一発だけで弾いてもいいんですが、そうなるとなんかただ単にこうダラダラ弾いてるようなイメージを受けるんですよ。なのでこれはちょっとね、先に入り口というかアドリブソロの入り口に弾くのはおすすめです。でこれをまたデモンストレーションでバッキングに合わせて弾いてみますね。これ E7、 A7、ここから好き勝手に弾くんです。こんな感じで弾くと入り口が迷わず済むっていうか、こうやってリズムに乗りながらリズム遊びをして弾き始めるっていうのが
まあ、結構常套手段というか、まあ、よくあるパターンなんで、この作戦は覚えておいた方がちょっと得するかもしれないですね。チャンネル登録してね。ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。